こんにちは。信州上田の魅力を個人的独断と偏見を交えず発信するチャンネル、月です。信州上田へようこそ。自称信州上田ナビゲーターの伝統工芸士龍馬です。今日は上田市丸子町の老舗の飲食店うなもとをご紹介します。と言っても僕も初めて来るお店なんです。さあ、走行しているうちに右手に見えてきましたよ。お店の駐車場は少し先にあるので、そこに車を停めます。今日ご紹介するお店うなもとは、僕の YouTube チャンネルをご覧くださっている方からおすすめですと聞いたので来ちゃいました。老舗のうなぎ屋さんだそうですが、うなぎ以外の定食のラインナップも豊富だそうで、ジモッティに長年愛されているお店なんだそうです。では店内に入ってみましょう。店内はテーブル席と小上がり席があり、落ち着く和風な雰囲気です。メニューを見てみましょう。メニューじゃなくお品書きってところが老舗っぽくていいですね。まずはうなぎ屋さんだけにうな重やうな丼があります。そして定食はヒレカツやエビフライ、焼肉定食など幅広いラインナップです。カレーライスやオムライス、チャーハンもあります。こちらは麺類。うなぎ屋さんなのにこれだけいろいろなメニュー、いえお品書きがあるのは驚きです。どれにしようか迷いましたが、おすすめしてくださった方が美味しかったと言っていたカツ煮定食を注文しました。さあやってきました、カツ煮定食。うわ、カツがでかっ。卵もいい感じに絡んでいますね。だしもよく染みてそう。こちらはマカロニサラダ。そしてご飯、粒が立ってて美味しそう。さらには付け合わせもいろいろあります。味噌汁も。あー、早くガブリンチョしたい。ではいただきます。まずはカツ煮から。おほー、分厚いカツ、湯気がもくもく出てる。美味しそう。カツ煮をガブリンチョ。うん、ま、柔らかくて肉汁が溢れてくる。早くご飯ご飯ガブ。あー、カツとご飯のマリアージュ最高。うまいわ。続いて味噌汁いただきます。おー、老舗ならではの美味しそうな見た目です。味噌汁を、あー、うんめ。もう一口。あー、コク深い味わいでうまいな。今度は卵がたっぷり絡んだカツをいただきます。よっと、よいしょ、おいしょ、美味しそう。カツ煮をガブリンチョ。うん、うまい。そしてご飯。あー、カツとご飯の化学反応で 1+1 が100のうまさ。もう一丁カツをガブリンチョ。うん、間違いなし。そして追い飯。あー、口の中が美味しさで溢れてる。間髪入れずに味噌汁。あー、うまー。続いてマカロニサラダいただきます。どこか懐かしさを感じる見た目ですね。マカロニサラダをガブリンチョ。うん、うまい。ご飯が欲しくなります。ガブッチョ。あー、うまいな。今度はわらびのおひたしいただきます。ガブリンチョ。うん、おいしい。もうご飯止まんね。うまいわ。続いて野沢菜の煮付けいきます。ガブッチョ。うん、
これも間違いないうまさ。何食べてもうまいわ。そしてまたカツ煮。奥の方の出汁がしっかり染み込んでそうなカツをいただきます。もう見た目だけでご飯いけちゃいそうですね。カツ煮をガブリンチョ。あーうめえ。そしてご飯。あーうまさがパワーアップ、最高。ところで先日子供を連れて公園に遊びに行ったら、同世代ぐらいの男性から声をかけられました。あれ誰だっけ、もしかして中学や高校時代の同窓生とかかな。やっぱ思い出せないわと思っていたら、いつも YouTube 見てますとおっしゃってくださいました。なんと僕のチャンネルの視聴者さんだったのです。最近このチャンネルも上田市界隈で結構認知されている感じで、時々こういう出来事があったりします。あとこの間、上田市内にある飲食店の方からお店を取り上げていただきたいとのご依頼のメールをもらいました。とてもありがたいお話だったのですが、僕のチャンネルは上田ならではのお店を取り上げるのが一応今のところのコンセプトで、そのお店は全国展開しているいわゆるチェーン店だったので、泣く泣くお断りしました。全国チェーン店を否定しているわけではなく、実際僕もいつもお世話になっていますし、全国どこでも同じ美味しい料理が食べられるメリットがあるのですが、このチャンネルは信州上田の魅力を発信する内容なので、そのコンセプトとはちょっと違うかなと思っています。ただ全国チェーン店でも上田に何かしらの関係性があるお店はここぞとばかりに取り上げます。実際に以前の動画で全国チェーン店どころか世界チェーン展開しているスタバを取り上げたこともありました。あの時は上田市の中学生が考案したメニューがスタバで提供されているという画期的な取り組みがされていたのでご紹介しました。動画をご覧の皆さんも何かおすすめのお店やネタがありましたら、コメント欄などでぜひ教えていただけると嬉しいです。さあ、そうこうしているうちに美味しいカツ煮定食も食べ終わりそうです。最後にお茶をごく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 いんちょー。パー、食ったー。ふう、ごちそうさまでした。上田市丸子町にある老舗のうなぎ屋うな元。落ち着く和の雰囲気漂う店内で、うなぎはもちろん定食もお腹いっぱい食べられる素敵なお店です。うな元のカツ煮定食をぜひご賞味くださいませ。動画をご覧くださりありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いします。これからも信州上田の魅力をどんどん発信していきますので、どうぞお楽しみに。